お弓川は千葉県千葉市中央区を流れる二級河川。中央区花は町の大地に源を発し南流する。源流部は狭く急峻な谷間を流れるが、周囲には千葉県岸センターや千葉県立保健医療大学キャンパスなどの文教施設のほか、新興住宅街が隣接する。他につの部分は転落防止のため蓋かけされ。 散歩道になっているが、花輪町を抜けると地上に出る。間もなく、千葉市立大森小学校付近により流れる大森、排水路と、二都那市民の森より流れる松が丘排水路を、西から同時に合わせると、河川幅が広がり、自然土手で両岸に、歩道の整備された、巡洋河川指定区間となる。大岩地地先にて鎌鳥谷津から流れる赤い、排水路を合わせる。 JR 外房線を越えると住宅街に入り、蘇我地、北側及び生地池へ分派する。両池はかつて一体であったが、1667年に北部を蘇我屋用水池とするため土手で南北に分割された。生地池の中ほどから西へと流出しているものが、現在のお弓川の流路である。生地池からは二級河川指定区間となり、清流する。 京葉道路を越えると、河川幅が急に広がり、JR 内房線を越えると間もなく生、実川排水機場へ到達する。以降は、京葉工業地域内を流れる、放水路として、東京電力千葉火力発電所と JFE スチール千葉工場の間を進み、東京湾へ注ぐ。残された、旧西、実川の流路現在の二級河川指定区間は、河川改修事業により、 新川として掘作されたものである。以前は、蘇我地及び生地、池から流出する河川は存在せず、両池から、それぞれ一本ずつ農業用水路が下流へ続くのみで、あった。そのため、流下能力が緊張で、大雨によって両池が氾濫し、周辺住宅や水田、道路が冠水することもあった。加えて上流部は、宅地開発が盛んな地域であり、 それが、流量増大や、水質悪化に拍車をかけていた。蘇我地南西から流出する水路は、蘇我地域の島地を抜け、東京湾へと流出している。一方で生道南端から流出する水路は、小ゆ町、塩田町の水田地帯を西流し国道357号より、南へ折れ浜の川へ流出している。 現在の流路を掘作するための河川改修事業は1973年度に開始されたが、翌1974年3月には、都市基盤河川改修事業導入のため、生地池から浜野川へ至る、用水路がお弓川として二級河川に指定された。当初は1995年度末の暫定通水へ、向け用地取得が進められていたが、 関係機関及び地権者との調整に時間を要したため1997年3月に通水し、事業費161億円を費やした一時改修は完了した。河川改修には、千葉県が推進する多自然型川づくりを取り入れ、緩やかな堤防や水生生物に配慮した低水路の設置、植樹体の確保などによって浸水性が高められた。そこから3カ年計画で、 排水機場整備も進められ、2000年3月に完成した。高潮対策を目的としており、毎秒18立方メートルの排水能力を有する。なお1998年2月20日告示にて、掘削した新川を二級河川聖実川とする指定変更がなされている。これを受け、生道より上流の巡洋河川指定区間について2001年度より、 河川改修が開始され、多自然型護岸整備が進められた。暫定改修は2007年9月に完了。続いて、国道16号交差部の橋梁仮設や護岸工事を主とする二級河川指定区間の二次改修が進められている。妙見橋より上流型。奥に見える生身橋より先が生実池である。 平成京より上流型上流より力祭。千葉市議会会議録平成6年第4回定例会。幹線排水路一覧図星浜中。学校区近隣の歴史千葉市議会会議録平成6年。第4回定例会。千葉市議会会議録平成9年。第1回定例会。千葉市議会会議録平成10年度。予算審査と区別委員会。千葉市議会会議録平成22年第4回定例会。 県内の1級、河川、2級河川千葉市議会会議録平成14年、第4回定例会千葉市議会会議録平成19年、第2回定例会千葉市議会会議録平成10年、第2回定例会。ありがとうございます。